容量競合よし完成。艦長、次の目標は何ですか？こんにちは。新しく引っ越してきた方ですか？いえ、武器を持ってますし、もう一人には耳と尻尾が。まさか、火を追う蛾の方ですか？そうだったんですね。しばらくここに来ていないんです。せっかく道が通れるようになったのに、ガーデンの中央にある噴水が故障してしまって。どこがダメになっているのか、私の代わりに水門を確認してきてもらえませんか？あんたに協力して何のメリットがあるの？この噴水は私にとって特別な意味があります。直せるならお礼に何でもしますから。何でもしてくれるの？メイの姉ちゃん、ちょっと不安かも。了解です、艦長。ちょっと不安かも。来た甲斐があった。どんなお宝が入ってるのかな。次の目標は何ですか？了解です、艦長。前回寝たのは水門どこにあるんだろう。道中でよく探してみようか。ちょっと不安かも。了解です、艦長。ちょっと不安かも。艦長、次の目標は何ですか？ちょっと不安かも。了解です、艦長。この仕事を終わらせたら、ちょっと不安かも。いい？艦長、次の目標は何ですか？いつだったかな。了解です、艦長。目標は何ですか？うわぁ、この噴水すごいね。休んでもいい？前回寝たの、ちょっと不安かも。メイの姉ちゃん、今度そういう危ないことをするときはその前に一言教えてくれない？心臓に悪いよ。次の目標は何ですか？いい？了解です、艦長。
うわぁ、この噴水すごいね。久しぶりに、やっとこの噴水が見られました。感激です。あのピンク色の髪の女の子もいたらいいのに。ええ、名前はわかりませんが、偶然街で出会った方なんです。いつも綺麗な格好をして、広場の噴水の下で鳥たちに餌をあげてました。周りの事故がどんどん増えていって、みんな出かけなくなりましたが、彼女だけが変わらず綺麗な格好で噴水の近くにいて、何かを考えてました。彼女を見かけると、世界が元に戻ったような気がして、心が落ち着くんです。ですが、ある日から彼女は二度と現れなくなりました。もしかしたら、彼女も事故で犠牲になってしまったのかもしれません。いえ、暗い話はやめましょう。助けてもらいましたし、どうお礼をすればいいのかわかりません。そういえば、ガーデンの入り口でメガネを拾いました。独特なデザインですが、私は使えませんし、代わりに差し上げましょう。ああ、それ私のメガネ。仕入れをするときは、お客さんの好みも考えないといけないからね。あなたたちのものだったんですね。よかった、お返しします。喜ぶがいい。開演の時が来た。まったく、お気遣いありがとうございます。艦長、前回ネタ。艦長、次の目標は何ですか？だかな。艦長、次の目標は何ですか？了解です、艦長。ちょっと不安かも。了解です、艦長。艦長、次の目標は何ですか？了解です、艦長。艦長、次の目標は何ですか？了解です、艦長。ちょっと不安かも。了解です、艦長。艦長、
った。了解です、艦長。艦長、次の目標は何ですか？ちょっと不安かも。了解です、艦長。ちょっと不安かも。まさかここに抜け道があるなんて知らなかったよ。こんなに近くにあったのに。このメガネがあれば違うエリアを素早く通り抜けられるね。艦長、次は先陣一つ切る。常識を覆して、人類の考えを超えて。まったく、なんで。ちょっと不安かも。この仕事を終わらせたら。了解です、艦長。いい。ちょっと不安かも。艦長、次の目標は何ですか？不安かも。了解です、艦長。これは最初にお話ししたお礼です。噴水を直してくれて本当にありがとうございました。休んでは。ちょっと不安かも。いい。了解です、艦長。ちょっと不安かも。了解です、艦長。ちょっと不安かも。了解です、艦長。前回寝たのはいつだったかな。ちょっと刀はそれだ。これがサプライどうしようもないほど鈍感だね。君が間違ったカードを使ったからだよ。おーい、どこを見てるの？この見た目は十分目立ってるでしょ？対ケビン武装、タイプ68、全自動カード助手ロボット、お手伝いするよ。その通り。君がカードを出すときに応援したり、質問に答えたりするロボットだ。ちなみに私も、君の手にあるカードも組み合わせて使用する対ケビン武装だよ。
私が君だったら、もっと価値のある質問をするけどね。そんな細かいことに興味を持つ必要はないでしょ？簡単だ。カードを変えればいい。ゲームをプレイしたことはある？よくあるでしょ？機械とか生物とかタイプの相性みたいな設計。簡単に言えばそういうものだよ。君に全部のカードを渡さなかったの？ああ、わかった。断ったんだね。でも君は今、カードを全部探さないといけない。断って逆に手間を増やすだなんて、まさに打足。君の行為にぴったりな言葉だ。ちょっと、何をしてるの？どうやら私の言い方は少し不適切だったみたいだ。反省するよ。お詫びに、君に情報を提供しよう。前方右側の交差点。そこにカードがいくつか置いてあるんだ。今の状況に対応できるはずだよ。これからの道はみんなと一緒に歩くから、だから心配いらないよ。休んでもいい。その通りだよ。区別するために、それぞれのカードは、ビルビーの異なる人格が代表を務めることになってる。君が最初に手に入れたカードは、大魔術師が表に現れている。そして今君が持ってるカードは、万物を作り出せる手を持つメカニック、専門家のもの。本気でそう思ってる？余計な会話は誤解を増やすだけだ。雷の律者。そういう話は必要ないし、意味もない。前回寝たのはいつだったかな。背中にある剣は少しも重くない。暖かいよ。休んでもいい。前回寝たのはいつだったかな。
転換の時は来た。雷電の時、早く。喜ぶがいい。開演の時が来た。審判の時は来た。時間も大丈夫です。よくできたね。数値モデリングのシミュレーションよりも効率が 20% ほどいい。これからどうしたらカードを有効活用できるか教えよう。有意義な測定データをもたらしてくれることを期待してるよ。いい、細かいことは気にしないで、友よ。どんな目的でカードを渡したかは別として、それらは確実に君の力になってる。そうでしょ。休みますか。あまり時間はかけられませんよ。いい、行きましょう。この剣を雷光にして、行きましょう。行動開始。雷鳴学。常識を覆して、人類の考えを超えて。吠えなさい、クリカラ。ヤキドン、審判の時は来た。火炎バッケン。もう大丈夫ですよ。メイ、退屈な戦闘を何回も経験して君も少しは飽きてきたでしょ。警戒する必要はない。私の最優先事項は助手ロボットとして君のカードスキルを上げることだ。だから君のためにふさわしい敵たちを選んでおいたよ。安心して。君の実力も考慮して、敵は力を尽くせば倒せる強さと、潜在能力を発揮すれば倒せる強さの範囲から選んだよ。それは君のカードスキル次第だよ。断らないで。全ては君を思ってしたことだよ。戦闘に勝てば君はより豪華な報酬を手に入れられるし、今後の探索においても役に立つはずだ。本当に挑戦しないの？聡明な相手とのコミュニケーションは心地いいね。さあ、行ってみるといい。私は離れた場所で君を応援するよ。出発です。参ります。行きましょう。ほら、宝探しなら私に任せてって言ったよね。異様な気配はこの近くです。
探してみましょう。出発です。喜ぶがいい。開演の時が来た。審判の時は来た。火炎罰剣。もう大丈夫ですよ。炎上の光。やけどに審判の時は来た。火炎罰剣。もう大丈夫。5秒送信、万物となれ。これで君はこのカードの使い方を全部把握できたね。めでたしめでたし。どうやら私は教えることに関しても才能があるみたいだ。教師に向いてるかもしれないね。そんなに見つめないで。感謝の言葉があるなら今のうちにどうぞ。自己紹介しておいたでしょ。全自動カード助手ロボットで君を手伝うって。そんな風に言わないで。人工知能のデータベースの容量を疑うなんて友好的な行為とは言えないよ。何？確かに私はビルビーの手によって誕生したけど、どうしてこれほどの知能を持ってるかは君が考えるほど複雑じゃないよ。ビルビーは天才的なメカニックだから、作られた私も天才的な機械。簡単でしょ。私もやらなければならないことがあります。いつだったかな。罰剣。審判の時は来た。やっ、嫌なターン。タッチ。せっ。ふん。ふん。炎上の光。彼女とここに来ました。だかな。
この仕事は少し休みますか。あまり時間はかけられませんよ。